はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。まあちょいと編成を変えてゼータガンダムですね、入れました。まああんまりニューガンダムと運用方法は変わらないと思うんですけど、まあちょっと今回いろんなキャラクターを使っていこうかなと思ってるんで、まあロストヒーローズ2は結構メンバーが固定だったんですけど、まあできればちょこちょこ入れ替えしていきたいですね。といっても仮面ライダーダブルとかはスピードが速いんで固定されちゃうかもしれないんですけど、やっぱりスピード速いキャラは1人は入れたいっていうところがあるんでね、回復薬が速くないとちょっとどうにもならないっていう。いけ、ゼータガンダムもあんまりかんねえな。これ一番前にいるとダメージ食らうとかあんのかな。ただウルトラマン前にした方がいいんだけどな。早速ゼータ死にそうだし、並べ替えとか、うわここじゃできなそうだな。ちょっとフォースを見るか。なんもねえな。スキルツリーか。とりあえずバルカンを覚えて、これは？あ、キャパ上昇か。これはまだいいや。ビームライフル覚えられるのをちょっと優先的に覚えていこう。うわ足りねえ。でこれ開けてゼロキック、エメリウムスラッシュ、これはいい山だ。トリガーフルバースト、ヒーロー、これ覚えとこう。ヒーロー技か。こいついっぱいあるな。フォースキャパ上昇か。どうするかな。あそうか、これ勝手に覚えたんだ。あげられん。まあこんなもんかじゃん。さあちょっと氷漬けのところまで行かないといけないんで、もうこいつらはサクッと倒したい。ほらほらほら、ゼータガンダムレベルの上がりが遅いな。ちょっとこっち行ってないんで行ってみましょう。アイテムをゲット。ブロックポット、なんだそりゃ。おお、ダブルが愛用するカエル型のメモリガジェット。戦闘能力を持たないが音声収集能力を持つ。ヒットポイントが上がるか。そうだな、そうするとちょっとゼータガンダムヒットポイントやたら低いんで。仮面ライダーダブルもね高い方じゃないんだけど、それでもまだ。おお3体出てきた。スイーツ D やばい。うおーやばいぞこれは。 OK、 また回復させなくては。最初の3ターンはウルトラマンが強いっすね。カラータイマーがあるけど、ボス戦での運用がなかなか難しい。仮面ライダーじゃなくてウルトラマンはクズ闇だ。うわネガティブ。え、何全員ネガティブ。あと1って。よし氷漬け地帯、ここは特に何もないかな。ちょっと周辺のマップを埋めてから。一番左のやつバリケーン、マスカレード導管って結構強えな。レベルアップ。ゼータだけやっぱ遅れてるな。ダメか、何にもならん。ん？何か落ちているぞ。これは逃げたシャムネコヤミーの。そこに落ちていたのはセルメダルだった。セルメダルを入手しました。え、それだけ？なんか強くなったりしないの？ほなこれ。電話？自販機？ちょっとよくわかんない装置があったな。よう、またあったな。どうだ？ネガタロスは見つかったか？見つかったよ。ゼータガンダムはライダーパスをモモタロスに渡した。おお、おめえらすげえじゃねえか。まさか本当に取り返してきちまうとはな。なんかくれ。すごいすごーい。その強さに俺が泣いた。よくわかんねえ。予備のパスも取り返してくれたのかな？
いや、実はネガタロスを取り逃がしてしまって。予備のパスはまだ。気にすることはねえよ。ネガタロスのやつは俺の獲物だ。で、やつはどっちへ逃げた？なるほど、そっちの方角だな。よっしゃ、行くぜ行くぜ行くぜ。あ、先輩。あ、先輩なんだ。またんかい。僕も行こうっと、バイバイ。いや、こいつらと一緒に行動してえな。そうすれば8人がかりで敵と戦えるのに。経験値40か、2人で。お、バリケーン手に入れた。おー、なんかこの広場はあるかな、ないか。そういう感じの広場ではないか。あ、今右側があれですね、多分ショートカットだな。ショートカットかな、ほんと分かりづらいかな、これ。あれ、なんか見えたぞ今。お、光じゃないか。お前なんでこんなとこに突っ立ってんだ。お、お前たち光、大丈夫か。すまない、あの後ボガールを追いかけて俺としたことが返り討ちにあってしまった。あの時メビウスが助けてくれなければ今頃俺は。そうだったのか。で、メビウスはどこに。メビウスは俺を逃がした後敵の増援に囲まれてそのまま連れ去られてしまった。こうしてはいられない、助けに行かなければ。うん。光がボガールから受けたダメージは思った以上に甚大だった。その傷では無理だ、拠点に戻って治療しよう。危ねえ、ショートカット開いといてよかった。ゼータガンダムたちは拠点に戻った。拠点に運ばれた光はメディカルルームで回復に専念した。そして早っ光、もういいのか。ああ、動ける程度にはな。さすがだぜ、回復が早い。早速各施設を見せてもらったが、俺の知らない装置や機材が山ほどあるな。ああ、だが壊れているのも多い。例えばこんなのとか。なんだこりゃ。なるほど、だがその程度なら修理すれば動きそうだな。ブリーフィングルームの外にジャンクの山みたいなところがあるんだ。あそこを探せばもっと役に立つものが出てくるかもしれない。光、ちょっといいかな。今メビウス救出の方法を話し合っていたところなんだが、何か手がかりがあればと思って。手がかりか。そういえば増援に現れた敵はなんとか軍団と名乗っていたな。確かネガタロスか。それだ。なるほど、ネガタロスに棒がある。そして彼らを滑るウェザードーパンと敵の組織が見えてきたぞ。よし、みんなもう一度探索に行こう。ここで話してたってメビウスは見つからない。そうだろ。俺に行かせてくれ。これは俺の責任だ。俺の身勝手な行動のせいで。光、今あなたが言っては同じ過ちを繰り返すことになる。それがわからないのか。そうだな、すまなかった。なんか今回の光、司令官としての光をあんまり演じてないっすね。俺は拠点の整備を引き受けよう。ここから君たちを支える。ああ、それは心強い。メビウスを頼んだぞ。メビウスを救え。ちょっとなんとなくだけど、ウルトラマンゼロを先頭にゼータガンダム、オーズダブル、これでいこう。でチップを一応報告するけど何にもないと。待機行動、あれ、待機行動チュートリアルが始まった。ニューガンダムはとりあえず整備施設強化、だって訓練施設強化ってなんだ、説明がないとりあえずこれでいいや。じゃあ、あとはアイテムラボに行くけど、装備もな、なんか微妙だよな。明日のパンツがちょっと高いんだよね。関節防御か。速度が上がるのはいいけどな。とりあえず風車を1個買っとこう。で、これを誰に装備させるかだな。ダブルだな。ダブルの速度をかなり上げよう。OK。で、ゲートポート。ビギンズの中継位置と。
さあまた探索を進めていきましょう。ここまでの道は敵が出そうなところで中央地区に行けるんで、この先だな。そうすると前方にライドベンダーがある。ライドベンダーの前で何かが動いている。何ライドベンダーって。ガン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 、チッ、ふざけやがって。ガンガン、アンクがライドベンダーを叩いていた。このライドベンダーぶっ壊れてやがる。俺のセルメダルを返せ。何枚入れたと思ってるんだ。アンク、ダメだろ、物に当たっちゃ。一体何があったの。あの闇を見失っちまった。カンドロイドで闇を追跡させたかったんだが、ふん、肝心な時に役立たずだな。他にもライドベンダーはあるし、動いてるやつを探せばいいじゃないか。じゃあオーズ手伝え。なんだよその態度。いや待てよ、シャンメコヤミーはネガタロスの配下ということはメビウスの手がかりにつながるかもしれないな。しょうがないな、一緒に探そう。なんだ、やけに聞き分けがいいな。気味が悪い。まあいい、急ぐぞ。なんだいい人だなオーズは。経験値35か、なかなかレベルが上がんないな。うわー、あ、ここはあれか、ショートカットの先になるってことか。いけ、あ、倒せなかった。今ゼータガンダムで大体倒せたのに。27って何なんだろうな、このガンダム系の弱さは。全体攻撃にしても弱すぎだろう。お、なんか調べられる。あ、どうやらこのライドベンダーは動いているようだな。ち、しまった。さっきのライドベンダーで手持ちのセルメダルを全部使っちまった。お前、セルメダルを持ってたりするんじゃないか。ゼロは持っているセルメダルをアンクに渡した。ほう、お前意外と使えるやつだな。じゃあこのセルメダルは俺がいただく。チャリン、ピッ、ガタン、タカタン、なったよ。よし、起動だ。カチャカチャ。ピーピー。よし、闇を探してこい。ピキー。タカカンドロイドは、アンクの命令を聞くとすぐに飛び去った。これでよし。闇の居場所が分かったら知らせに来る。別にここで待ってる必要はないからな。俺たちもこの辺りを探索するぞ。そういうもんなんだ。これも調べられるよ。壊れているようだ。じゃあ、たまたま最初で、壊れてないライドベンダーに当たったのか。運が良かったな。お、今回はノーダメージ。こちら2人でな、経験値40持ってるからな、でかい。復活キット、復活キットよりライフキットが欲しいんだけど、あれ、もう行く場所なくね。どこだ、こっちとかなんかあるか。このベムラーは強そうだな。おお、なんか燃えてる、ベムラーの攻撃で。アイテムじゃなくてスキルで回復と。あ、こっちじゃねえや。こっちはもう行き尽くしたから、あとちょっと行ってないところを。お、なんだ、ピーピーピキー。闇の居場所が分かったのか。ここから南だな。よし、行くぞ。え、どこ、南、下に行けばいいわけ。わー、なんかかわされたぞ攻撃を。こっちもかわしたけど、1かよ、また残りが。ピーピキー、近いぞ、この先か。あそこか。ん、どこだあれ。ピーピー、あ、この先だとただの壁じゃないのか。おい、ちょっと調べてみろ。ゼロは壁を調べた。それはホログラムで偽装された壁だった。向こう側へ通り抜けることができそうだ。くだらない小細工しやがって。さっさと行くぞ。
アンクは壁の中に消えていった。なるほど、新しい道か。さっきちょっと調べた気がするんだけどな。何、間接攻撃が向こう、多分ゼータガンダムやっぱりな。お、なんか怒ってる。ピーピー、セルメダルが落ちてる。ヤミーが戦ったとか。よし、こいつを辿ってみるか。こいつを辿りたいけど、こっちも行きたい。おお、おお、めっちゃ光ってんな。なんでこんな等間隔に怒ってるんだ。4体か。白ヤミーとか言って気持ち悪いな。ゾンビみてえだ。4体になるとやっぱ結構苦戦するな。よし、ゼータガンダムレベルアップ。ただ回復をさせなくては。左側に行ってみようっと。ことごとく違うところから行ってみよう。アイテムをゲット。ライフキット、よし、ライフキットはでかい。うおー、いっぱいいるー。いやー、結構かよなー。まんべんなく食らった感じがしたな今。こっちにセルメダルが落っこってると。てか中継地点とかが欲しいんだけど。調べる、なんもねえし。お、これは？ん？待て、この扉の向こう誰かいるな、わかるか？ゼロは扉の隙間から中を覗いた。そこにはメビウスが囚われていた。メビウス、お前らの仲間か？そうだ、すぐに救出しよう。戦力は少しでも多い方がいいな。仕方ない、付き合ってやる。しかし扉は開かない、鍵がかかっているようだ。チッ、開かないな。この扉の鍵がどこかにあるはずだ、探すぞ。なるほどねー。この部屋も意味なさそう。何にもない。ここはいけないからこっちか。ここも意味はないか。なんかどっか、あ、なんかセルメダルが起こってる。なんかイベント始まっかな。やばい、そろそろ回復させないとまずいぞ。なんかレベル上がんないかな。全然上がんなそうだな。わあ、ダブルのマジックパワーもな。調べる、鍵が落ちてる。鍵か、セルメダルかと思った。セルメダルと同じ光り方してんじゃねえか。そう、なんでこんなとこに鍵が落っこってんだ。ちょっと鍵を使う前に探索をしてからにしよう。うわー、ゼータガンダムめっちゃ食らったな。やばい、こいつのヒールもあと9回か、27だから。ボスとかいんのかな。何してる。 さっき拾った鍵を使え。ゼロは鍵を使った。扉が開いた。皆さん、メビウス、怪我は？大丈夫だゼロ、話は後だ、さっさと出るぞ。はい。と待て、誰か来やがった。アイスエッジ D で、今日は仕事は何だっけ。捕獲したウルトラマンメビウスを冷凍するだけの簡単なお仕事ですよ。俺一人で十分だぜ。ほっほっほ、では今回の手柄はあなたに譲りましょう。ん？どうした？何ですか、あなた方は。ここは閉鎖区域のはずだ。残念だったな、簡単な仕事じゃなくて。しゃらくせえこと言いやがって。黙れこの野郎。でもさ、逆に手柄をチャンスだ、立てるチャンスだぜ。それもそうだな。よし、てめえらまとめて冷凍保存だ。自分が砕ける音を聞きな。
ボス戦かやっぱり。まあ例によってどっちかやりやすい方から叩くか。炎に弱そうだな。こいつは何が強いんだ。ビームライフルとビームサーベルだったら威力が書いてないからな。これ強烈な関節攻撃。これは全体だけど炎だから。よし行くぜ。ブランディング。よし弱点だやっぱり。入った。強えやっぱり。つけない。よしよしよし。おーいいね。こっちが弱いな。うん全体攻撃だからそんなに強くはないか。ビームサーベルも使ってみよう。そうするとこれだな。でこいつはもうヒールを使わないとまずい。おお、くらい。100か。ビームサーベルとかを使うと強いな。通常攻撃が弱いゼータガンダム。てかガンダム系ありがとう。助かりました。ウルトラ戦士として迂闊でした。危うく氷漬けにされるところだったんだ。感謝しろよ。あ、光は？ウルトラマン光は無事ですか？安心してくれ。光は助けたぜ。よかった。今は拠点の整備をしている。なあ、メビウス、同じウルトラ戦士同士、一緒に戦おうぜ。もちろん、敵は様々な世界から集結しています。僕たちもそれぞれの知恵と力を集めて挑まなければ。皆さん、よろしくお願いします。おー、メビウスが仲間になった。奥に待つのは？どうしようかな。一回借りていきもするけどな。奥に行くべきか。ちょっとだけ行こう。ここまで来るのがまず大変だからな。普通に宝箱が見える。キュアパニック。なんか中継地点的なものが欲しい。最低でもショートカット。でもその前にボスが出たら嫌だしな。ボスが出そうだったら帰ろう。おお、なんかビリビリすんな。ヒールで回復と。まだ大丈夫だな。ここは？この何にもない部屋が多いな、ここのマップは。ギャー！やべえ！イベントが始まっちゃった。ああ、なんだ今の姫は。イベントが始まりそうだから戻るか。お、訓練施設って何？あ、待機メンバーの経験値が増加ね。なるほど。ってことはやっぱりマックスではもらえないのかな。待機しているメンバーは少しゼータガンダム遅かったからな。ちょうどよかった。すぐにアイテムラボに来てくれ。話はそこでしよう。なんだなんだ。ちょっとアイテムラボ行くか。一通り拠点の中を見させてもらった。この場所、アイテムラボの機能の一部が死んでいたが修復しておいたぞ。装備強化の機能だ。 OK。 ちょっと見てみよう。なんかいい素材があるか。素材と合成でしょ。とりあえずこの風車、ゼータじゃねえ、ニューガンダム装備してたんだ。ブロックポットに、お、今回なんかマイナスになるのがないな。これは使いやすい。前はなんか耐性がマイナスになったりしてたからな。ちょっと本当に考えないといけなかったけど、これあれだな。結構高えな。650円すんのか、1個伸ばすのに。まあちょっともう少しお金を貯めないといけないかな。でも売却復活キット大量にあんな。これ何個か売っちゃっていいかな。なんか何個か売りてえな。まあいいや、取っとこう。あとチップは何かあったっけ。何もない。はい、というところで、では今回はこれで終了して、次回はですね、あの悲鳴のあったところ、ギャーって言ったところですね、行きたいと思いますので、今回はこれで終了します。